絵画こと買取プロ金子でございます。今日は河合玉堂先生のお作品のご案内でございます。河合玉堂先生、東京都のですね、青梅市の方に現在でも美術館がございますけれども、青梅の御嶽の山奥でですね、非常に作品多く描かれてまいりました。もう今は冬ですけれども、青梅の地元のこういった雪景色の風景、趣ある風景、こういった図もですね、非常に評価が高いんですけども、冬こういった雪持ちの玉堂の作品というのはちょっと一目置かれておりますね。それから夏はこの鵜飼、岐阜県なんかの鵜飼なんかも見学されていたようですけども、夏はこの鵜飼の図が玉堂も非常に高いと言われております。そして、やはり鉄板と言われますか、玉堂はこういった水車が書いてある図っていうのはですね、最も評価が高いとも言われてますので、大体この雪景色、あるいは鵜飼の風景、そしてこの水車、この3つはですね、もう外せない玉堂でも代表的な評価の高い図柄になってきます。あとはですね、こういった図でもですね、ここに人物がいたりですとかね、ここもこの絵もですね、秋の風景なんですけど、おばあさんと子供たちが戯れてるとか、やっぱりこういう人物で動きのある生活感のある鈴っていうのはですね、何もないよりはやっぱり人気がありますので、そういったちょっと細かいところですけども、人物がいるかいないかでも評価は随分と変わってきます。あとこういったですね、割とこう、あっさりと描かれておりますけれども、海の風景、ここに少しカエルがいたりですとか、あるいはヒタキなんていうのも、常備タキもよく描いてましたけど、こういった割とあっさりした図もですね、なかなか洒落た図は非常に今でも人気がございます。河合玉堂でもですね、その図柄、モチーフ、季節、もちろん年代に、わたってもですね、評価は変わってきます。こういったポイントもですね、非常に細かく説明しながら評価をお答えしております。絵画骨董買取プロ、こちらのフリーダイヤルまでぜひお問い合わせいただきたいと思います。日本画のプロですので、日本画の評価についてはですね、とことん、お話を説明させていただいて、ご買取をしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。